知れんのだ、新選組に。俺は応援を呼んでくる。お前はすぐに会合場所へ行け。場所は河原町三条池田屋だ。送信上田、何者だ。こいつじゃない。なんだ、明かりを消せ。新選組でござる。何を言ってる。あなたがいつまで人を切り続けるのか、私は見届けたい。この目で確かに。カズラはいたか。わかりません。例の人斬りもいないようです。臭い片びらか。邪魔だ。どけ。奥進一刀流、平門重介、七度無用。うわっ、うわっ、桂さん。なんだ、もうどうなっても知らんと。宮部さんには池田屋に、新選組は、行く。松、しばらく身を隠せ。いいな。やはり桂はいません。宮部は奥の間で腹を切っていました。そうか、どうしました。梅の花の香りがした。夏ですよ。ああ、狂い咲きかもしれんな。桂さんは来ていませんか。いいえ、池田屋の話は聞いた。ここも危ないやろ。早よ裏から。あ、ともいちゃん覚えてるか。勝負の花、雨の中で一番匂い立つ。たとえそれが血の雨の中でもな。日村か。桂さん、ご無事で。いっそ死んでいればと思うよ。藩邸も諸子台の兵に取り囲まれている。これで俺は全てを失った。だが今はお互いに今日から落ち延びることだけを考えよう。大津に家を用意させる。目を友のとしてそこで暮らせ。世を欺くには目を友のがいい。飯塚を連絡役にする。しばらくそこで待て。流行るなよ。ではいいね、巴さん。行くか、大津。目を友のとして。